だったことということで、小田さんが学校の友達と休みが合わず疎遠になっていくこと、うん、そう、あー、まあ、そういうことですね。そう、なんか皆さんの休日が私たちの平日みたいな、ね、休日こそ活動すべき時間だから、そのモーニング娘。に入ったのが中学2年生だったので、まあ学生、そう、中高とまあ合わない時間が、でだんだんちょっとあっみたいな、あっ どうもみたいな友達が出てきちゃって、はあ、ダメだなって。もちろんコンサートもとっても楽しみですが、そうだよね、私もまあ若いんだよなって思いながら、でも今こうして楽しく話せる仲間がいる。そうなんですよ。そうだね。続いてますよ。すごい伝わったことになってます。いやいや、よかった、本当によかった。ヒュージュー末永くお幸せで。続いては今悩んでいることはという質問に、川村ちゃんが汗で前髪がなくなる。そうなんですよね。ライブとかだともうすぐ汗かいちゃうじゃないですか、うん、でも前髪もボン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 みたいな、ね、なくなっちゃいますよね。それなんか対処法、解決方法とか、なんか小田さんとかはそういうの見せ方がすごい上手。あ、思う。確かに。私はいい方法ないですか。まあ、本当に一番楽なのは最初から上げちゃうこと。そうですね、ガンガンみたいに。そう、上げちゃうことが楽だけど、でも汗に濡れちゃった後はもうかき上げちゃうの。お、大好きそれ。いろんぺかき上げちゃう。いろんぺいろんぺいろんぺ。逆にそのサラサラしてる時にかき上げても降りて戻ってきちゃうじゃないですか。濡れた時にしか見せられない。おー、これ私も結構タイトルで悩むんですけど、うん、ブログの書き方に悩むとか。あ、もうおとぎの国から。そうなんですよ、なんか、まあ、まず一時期おとぎの国をどうするかで悩んだ。ぶっちゃけですよ、ぶっちゃけですよ、今だから笑った話するけど、そうなんです。でもなんか人によってブログの書き方って全然違うじゃないですか。確かに。だからなんかこの人のブログいいなっていう風に思ったりとかするんですけど、ありがとう。なんか内容とか名前あげて勝手に上がって、急に急にあの室戸さんって聞こえてるよ。どこか言ってるよね、言ってないよね。室戸さんとかも素敵だな。ありがとう。いろんな方のブログを見て、まあ、素敵だなと思うんですけど、なんかどういう風にそれ考えてんだろう。確かにマリアちゃんに。私確かにマリアちゃんとか思うかも。めっちゃ読んでるんですよ。ありがとう。毎回読んでるんですけど、可愛いな。なんか絵文字の使い方とかすごい上手いな。確かに。女の子らしいですよ。ウサギ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 。あのウサギが省略されたんですよ。それはよかった。あ、かける47みたいな。100個まで行ってウサギ100個いつも書いてたんですけど、うん、まあ、あの告知をするときに。だけどその100個まで行ったらさすがにその使える絵文字が少なくなっちゃうので、数が多すぎて、だから100を王冠にして、王冠を100として、そこからまた101からこうやってウサギ。マリアはもっとさ、ブログのさ心得あるじゃん。いい心得。え、なんですか。じゃあ、ちゃん、マリアはあのファンの方が知りたいことをめちゃくちゃ想像して書くんですよ。あ、そうです、ね、コンサートでちょっと例えば誰かと目が合ったのをたまたま見てたファンの人がいたら、うん、実はあれ裏ではこういう話をしてて、うん、こうだったからあそこで目合わせて笑ったんですよ、うん、とかいう、何が求められているのか。ファン心理が分かってる。さすが。多分コンサートは分かるから、裏の知らなかったことを、私はなんか野球選手がどんなことをブログに書いてたら私は嬉しいかなっていうのを想像して書いて、それがやっぱなんか楽屋の裏とかに、ね、そしたら秘密のマリアちゃんみたいな。秘密の裏とは秘密の裏とは高木さんもあるから、そうやってくれてくれる。ありがとう。はい、こんな感じで、じゃあファンの方の立場に立って考えるといいね。うん、はい、はい、すがまりあちゃん、ありがとう。ペコリコ、ペコリコ、はい、もう好き。初めての反応。じゃあ続いてはですね、あの上村さんに、何ですか、ちょっと見せてましたけど。
からある注意が来てまして、私知らなかったんだけど、すごい一人だけ注意されるそれはですね、ツイッターでブログの全てが分かるほど短い内容はやめるよそうなんだよ、ツイッターね、あんな短いブログ最初の方だけ見れるじゃないですか、はい、された時に、なんかそこでもう終わりまで分かってしまうという、すごい、すごい、逆に短いじゃん、逆にこれもすごいよ、褒めてないよ文字は結構書いてるんですけどね、書いてません、結構書いてません、結構気持ちが大事というか、文字、うん、一つ一つに私は文字の中に気持ちを込めるから結構軽い感じなんですけど、でも私は頑張ってますね、気持ちを込めると軽い感じがでも聞いてください、ジュースジュースは毎日ブログを更新するんですよ、大事だよ、うん、そう、それは忘れないでほしいすごい、いきなりすごいそう、すごいな、なるほど、皆さんにもやってほしいね、そうだね、ね、まあ、そうですね、そこは見習いつつ、見習います、見習いにも、まあ、ちょっと長めのブログを書いていただくということで大丈夫です、聞いてませんまあでも個性ですよね一つの個性ですから、すごいポジティブだ、認めはしない金沢さんはおっしゃってることなので、一つの意見として取り入れてあげれば、あ、まあそうですね、金沢が言ってるなら、まあ、すごい変わるよ、なんで自分が言われたらしょうがないですね、隣にいるかな、金沢は後でちょっと、あー怖い怖い、あやばいやばい、乱闘だ、続いていきます、ね、はい、続いてはですね、ヤナミンからマリアちゃんにお願いが、なになんですけど、はい、私にもラブリンネームをつけてください、ちょっとお金が必要だよ、ちょっとお金かかるかも、待って、そこがもらうでしょ、お金そこがもらうでしょ、絶対があると風の噂でというか、あの山木りさちゃんから聞きまして、あ、そう、りさちゃんがなんかりさぴょんってやる、うん、ラブリンネームをつけてもらったんですみたいな話をした時に、うん、なんと私にはないんだろうと思ったんです、オッケーオッケー、かわいいやなみ、他にはまだつけたことないですか、他にはぴょんね、他には、あ、はい、野中美希ちゃんを野菜ちゃんって呼んでるのとぐらいです、じゃあここにいるみんなは誰もつけてもらってない、つけてもらってない、つけてもらってない、ちょっとつけてほしい、つけてほしいな、みんなもつけたいな、オッケー、つけます、じゃあ、はい、ガッといきますか、はい、じゃあこっちからだな、はい、ちゃん最後、オッケー、そうですね、何かな、マナピョン、オダピョン、マリピョン、ムラピョン、ムラピョン、ちょっと待って、ここ使わないよね、ムラピョン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 、どうでしょうか皆さん、大丈夫じゃないでしょうか、嬉しいですね、みんなしてくださいね、みんな一緒な感じで、いや、仲良しって嬉しい、やったー、みんなピョンピョンで、はい、ピョンピョンで、ありがとうございます、それじゃあ続いてはですね、はい、で小田さんから高木さんにお願いが、やった、私の出番か、なになに、コンビニでタムロするような座り方はやめてください、私これはちょっとどういうことですかね、タムロ、なぜだか、うん、楽屋とかそのメンバーが多いところから一人離れて本当にコンビニ前のね、コンビニ前をこう陣取る人たちのような姿勢で携帯をこういじってるんですよ、怖いとか言わないで、だからこれ違う、高木さんはじゃあ普段どんな風な感じで、私が見てるのはこんな感じだったと、うわずいぶん慣れてるね、ずいぶんやり慣れてるね、びっくりして、なんかできなくて、なんかすごいな、その格好みたいな、私足柔らかくないからさ、すごい慣れてる、絶対いつもやってどうやってんでしょ、絶対やる、やなちゃんごめんなさい、簡単に持ち出しました、ずるいね、ずるいんです、この子、あのそう、私ね、すっごい極度の暑がりなんですよ、うん、あ、そうです、本当にね、うん、今も実際暑い、もう全部脱ぎたいぐらい暑いんですよ、それはダメ、それはちょっとそう、じゃあ、
さ、みんなで同じ楽屋の時とかはさ、うん、結構でも勝手に温度下げられないじゃない。そうだから結構ね、暑いから結構密度も高いし、ちょっとそう、外目のとこ、外目のとこっていうか涼しめのとこに行って、座り方はなんか自然とそうなっちゃってるから、ね、なんか自然とね自然となっちゃってるのか分かんないんですけど、なんかそう、そういうとこにいるのね。だからそうだな、よかった、理由が分かってるから、うん、そう、暑いから、そう、はぶられてるとかではないないから安心してほしいんですけど、そうそうそう、初見の研修生とかがってなってたか、嘘だから通りかかる人みんなに暑いんですよ、暑いんですよって言われたら嫌だから言うんですけど、そうそう、座り方はちょっと気をつけます、ね、気をつけていただきたい、いや、そんな